デイビー・ジョーンズデイビー・ジョーンズの監獄とは、海底の呼び名の一つで、溺れた船乗りの死や船の沈没を表す慣用句。水死人や沈没船を遠極的に表現したもので、船乗りや船が海の底に留められているデイビー・ジョーンズの監獄に送られたと言い表す。デイビー・ジョーンズとは、船乗りの間で信じられている悪魔のことで、19世紀の辞書には、 ヨナの亡霊と記述されていたようである。他にも過去に存在した不器用な船乗りや、船乗りを誘拐したパブの店主が由来だとする説もある。デイビー・ジョーンズが出てくる作品の中で最も古い、ものは、ダニエル・デフォーの、ホイヤーズ・ボーイジーズ・ジゾーブ・キャプテ、ジョージ・ロバーツという作品である。ルー紹介からやってきた者たちは、もし立ち去るならばいくつかものを見繕って渡してやろう、と言った。 しかしラフェルは、そんなことはするな、そんなことをしたら、それらを全部デイビー・ジョーンズの監獄に放り込んでやると言った。ダニエル・デフォート・トビアス・スモレットが1752年に書いたザ・アドベンチャーズ・オブ・ペレグリン・ピクルにもデイビー・ジョーンズの記述がある。船乗りたちによると、このデイビー・ジョーンズというのは深海の悪霊を滑る魔人であり、様々な姿形をとって、 ハリケーンの前夜に、船の方に座っているという。そしてかわいそうな船乗りたちに死と災難に呪われたことを、ナンパなどのあらゆる災難に見舞われるだろうことを告げるのである。トビアス・モレットこの小説では、デイビー・ジョーンズは、皿のような目と三列の歯を持ち、角と尻尾が生え、鼻から青い煙を出すとされている。デイビー・ジョーンズの言い伝えがどこで生まれたのかは、はっきりしておらず、 以下のように多くの推測や言い伝えがなされている。彼は、デイビー・ジョーンズの監獄に送られたというのはすなわち、彼が死んだことを意味する。ジョーンズは、ヨナという呼び名が変化したもので、ヨナとは海に投げ込まれた預言者のことである。監獄は、船乗りの間では、死没置き場を指す。ダフィーとは、西インド諸島の黒人の間で信じられている、幽霊や、コンパクのことである。だから、 冒頭の文章を詳しく言うと、彼は安らかなる場所に向かったのだ。かつて幽霊や夜ナが向かった場所へとなる。イー・コブハム・ブルーワーアメリカ海軍の原子力潜水艦トライトンで行われた赤道祭。黄色いケープを羽織り、ラバーカップを尺が上げに持っているのがデイビー・ジョーンズ。すべての言い伝えがデイビー・ジョーンズを恐ろしいものだとしているわけではない。船乗りの間で行われる。 赤道祭では赤道を越えた経験のある者が儀式を取り行う。最年長の船乗りがネプチューン王を演じ、その第一の従者としてデービー・ジョーンズが演じられる。ワシントン・アービングは1824年にアドベンチャーズ・オブ・ザ・ブラック・フィッシャーマンという作品でデービー・ジョーンズに言及している。彼は言った、彼は嵐の中から来たと、そして嵐の中へ去ると。 夜にやってきて、夜に去ると。誰も知らない場所から来て、誰も知らない場所へ去ると。私は知っている、彼が海に沈む、宝箱の元へ戻り、再び上陸して、地球の裏側の誰かを脅かすだろうことを、彼は付け加えた。彼が、デイビー・ジョーンズの元へ行ったことは、悔やんでも悔やみきれないと。ワシントン・アービング・エドガー・アーラン・ポーの、キング・ペストという作品では、 ターポリンというアンチヒーローが軽蔑の口調でデイビー・ジョーンズについて語っている。ペスト王がこの世のものとは思えない、その王、そのものの名は死だと話すのに対し、ターポリンは、それはデイビー・ジョーンズのことだろう、と答えるのである。ハーマン・メルビルは、白芸において以下のようにデイビー・ジョーンズについて言及している。若きナット・スウェンは、かつて、 ナンタケットとマーサズビニヤード両地域で叶うものがないほど勇敢な捕鯨船の先導であった。彼は会合に加わったがそれは良い結果をもたらさなかった。自分の感情が厄介を引き起こすことを恐れ、彼は萎縮し、捕鯨から遠ざかってしまった。うまくことが済んだと思ったらとんでもなくて、ちょっとつ盲信し,してしまい、デイビー・ジョーンズの元へ向かってしまうことを恐れたのである。 ハーマン・メルビル・チャールズ・ディケンズの高領官では、バジャー夫人が全部の仕事官を説明する際、デイビー・ジョーンズが恐るべき眼力を持つと表現している。スーサー船長のザウの命でした、とバジャー夫人は言った。海軍仕込みの比喩の多い喋り方で言うのです。モップかけの際にデイビー・ジョーンズが後ろで見張ってると思って磨くのと同じように、 松屋には温めるときは温めすぎてはいけない、と。チャールズ・ディケンズ・ロバート・ルイス・スティーブンソンの宝島では、デイビー・ジョーンズの名にかけて、などのフレーズでその名が3回登場している。デイビー・ジョーンズに言及している、第二次世界大戦時下のポスター。ラバートは、不器用で不注意な船乗りのこと。そういう船乗りは、デイビー・ジョーンズと共に暮らす羽目になると、右下の絵で警告している。 ジェームス・マシュー・バリーのピーター・パンでは、フック船長が以下の歌を歌う。ヨー・フォー、ヨー・フォー、海賊クラッシャーレコ戸ベと骨の旗楽しく過ごして、公式コンチ派、デイビー・ジョーンズ、ジェームス・マシュー・バリー現代にも伝わるアメリカ海軍の怒りをあげてという歌では、1920年代に付け加えられた歌詞の中に、デイビー・ジョーンズが出てくる。立ち上がれ、 海軍よ、海へと迎えおたけびをあげて、戦いに止め決して、進路を変えることなく邪悪なる敵さえ、どよめくだろう。爆薬を転がし、怒りをあげよ勝利へと漕ぎ出そう。奴らの骨を、デイビー・ジョーンズのもとへ沈めよ。さあ、怒りをあげよ、仲間たちよ怒りをあげよ。さらば、異国の浜へ、日の出と共に、漕ぎ出そう。別れの前夜を、浜で過ごし涙つ泡を眺め、飲み交わそうもう一度。 生きて会う日までお前の無事な家じおいの老20世紀の音楽ではデイビー・ジョーンズはポール・マッカートニーのモール・スムース・ザ・グレー・グースやビースティ・ボーイズのライミング・スティーリンという曲に登場する漫画淡々の冒険では登場人物であるハドック船長がデイビー・ジョーンズの名を時折口にする謎のユニコーン号という作品の17ページ目では 自分の先祖であるフランソワ・ドア・ドック教のことを淡々に説明する際、海賊が赤い旗を掲げた様子をこう語っている。真っ赤な三角旗が慈悲など、微塵もない、狙いをつけられたら繊維など喪失してしまう。わかるかい砲撃されでもしたら一人残らずデイビー・ジョーンズの監獄行きだ。ジェネシスのドド・ラーカーの6番にはこんな歌詞がある。 海ほどに深い愛の夢を見れば、彼は、どこに行くのか。一体何をするのかデイビー・ジョーンズと精霊園たちが彼を、海の底までさらって行くのだろうか。アイアン・メイデンの、ランサイレントランディープには、以下の歌詞がある。救命ボートは、壊れ、船体はバラバラだ。燃料が燃えていて、嫌な、焦げた匂いがする。デイビー・ジョーンズのもとへ、沈んで行く。一人でに誰もが たった一人きりでバンドクラッチのビッグニュースアイという曲は逆再生すると彼らの骨、骨、乾いた乾ききった骨、デイビー・ジョーンズの監獄に沈んでくるという歌詞が聞こえる。1960年代にアメリカで放映されたコメディドラマザ・モンキーズの海賊をやっつけろという回ではバンドモンキーズのボーカルであるデイビー・ジョーンズが船で 誘拐されるデイビー・ジョーンズという名の役を演じ、本物のデイビー・ジョーンズは自分の祖父だと言い張ることによって特別待遇を受けるシーンがあった。走行ううしているうちに彼のバンドメンバーたちも誘拐され、ドタバタ喜劇が続いていく。ページマスターという映画では、パトリック・スチュワート演じるアドベンチャーとマコーレイ・カルキン、演じるリチャード・タイラーが船で遭難した際、 リチャード・タイラーが他の登場人物の安否を尋ねるとアドベンチャーが悲しげに残念だが彼らはデイビー・ジョーンズのもとへ沈んでいったというシーンがある。ティアーズ・フォー・フィアーズのキング g オブ・スペインというアルバムの Don't Drink the Water という曲には君が泳ぐのを見ていた。墓場へと沈むのをデイビー・ジョーンズの監獄へと波の奥底へとという歌詞がある。映画シリーズ パイレーツ・オブ・カリビアンでは、デイビー・ジョーンズは、フライング・ダッチマンの伝承と融合して登場する。デイビー・ジョーンズの監獄は、死者が課せられる、供養の一つとされ、デイビー・ジョーンズは推進人をあの世へ送り届ける任務を追った船長であり、恋人の海の女神、カルプソうに裏切られた怒りから任務を放棄した、設定になっている。 ここに出てくるデイビー・ジョーンズとカリプソは独立した中編小説デイビー・ジョーンズザ・ハート・オブ・ダークネスが元となっている。デイビー・ジョーンズは冥界の川の渡し森であるカローンと共に地獄で訓練をしているとされる。ゲームバンジョーとカズーイの大冒険にではジョリのリゾートというステージの海の底にロッカーが散乱しているマップがあり、その中に d ィジョーンズと書かれたロッカーを見つけることができる。このロッカーの扉を壊すことで、ステージボスのマップへ行くことができる。テレビアニメのスポンジボブでは、海の底に本物のロッカーがあり、前述のバンド、モンキーズのボーカルであるデイビー・ジョーンズが、運動靴下を入れているという設定がある。GPS を利用した宝探しゲームである、ジオキャッシングでも、 デイビー・ジョーンズの監獄にちなんだ設定がある。マシューパールのザラシとディッケンズという小説では、大西洋横断定期船であるサマリア号の船長がヘルマン・ザ・パーシーという人物は、デイビー・ジョーンズの監獄で静かに眠っているだろう。すなわち、すでに歴史して、海の底に沈んでいるに違いないと考える。この小説では、ディケンズ風の内容とともに、船乗りたちの使う、 専門用語が繰り返される。フランスのシンガーソングライターであるノルウェン・ルロワは2012年のアルバムオー・ィルズ・だろうで、まさにデイビー・ジョーンズという曲を出している。デイビー・ジョーンズ、あーデイビー・ジョーンズ、どこに骨が眠るだろう。青い海の深い港青い海の深い水底という歌詞がある。ありがとうございます。